皆さん、足元の悪い中、社民党の前進パーティーに足をお運びいただきました。ありがとうございました。時間より多少早いですが、役者がお揃いでございますので、早速社民党2016前進パーティー始めてまいりたいというふうに思います。本日司会をやります幹事長の中川博司でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまは吉田忠智党首のまさに闘志あふれる新春の講演会に引き継ぎましての前進パーティーでございます。ぜひ最後までのご協力をお願いいたします。それでは主催者を代表して竹内久幸県連合代表よりご挨拶を申し上げます。皆さん、今日は足元が悪い中、社民党の前進パーティーにお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また先ほどは新春講演会ということで、吉田忠智党首にはわざわざ来ていただきまして、長時間講演をいただきまして誠にありがとうございました。先ほどの講演を受けながら、今年の参議院選挙、大変私どもにとって正念場を迎えているわけですけれども、しかし日本の平和を守るために前進あるのみということで邁進をしてまいりたいというふうに思います。今日は高倉会長会議のパーティーでございますけれども、パーティーの性格ゆえに用意してあるものは加藤教授が強いられるかもしれませんけれども、ちょっと今ご理解をいただく中で、しかし、そうした中でもしっかりとお互いに懇親を深めながら、戦い決意を固める場にしていきますことを心からお願いさせていただきまして、簡単ですけれども、スタジオ代表してのご挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございます。参議院選勝利、戦争を廃止、安倍政権打倒、社民党前進パーティーに何かとお答えのところを出席をいただきました皆さんに心から敬意を表します。また昨年の統一地方選挙、そして憲法違反の戦争法廃案を求める粘り強い皆様方の戦い、そしてご支援とご協力に社民党全国連代表して改めて感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。先ほどの講演の中でお話をしませんでしたが、私が今年一番ショックを受けたのは1月15日未明の軽井沢におけるツアーバス事故でございました。運転手さんも2人亡くなりましたけれども、13名の大学生、将来を嘱望された大学生が亡くなりました。2000年に法律が改正をされまして、改悪をされまして、道路交通法が改悪をされまして、バス事業が免許制から許可制に変わりました。それからバス事業者が倍に増えました。一言で言うと、安全管理に責任を持てない事業者が増えてしまいました。そして加減が26万円であるにもかかわらず、バス事業者に払われたのは19万円。結局しわ寄せを受けるのは大山で働く労働者、運転手、それだけ厳しいですから、なかなか運転手が確保できないということで、事故を起こしたのは65歳の方の運転手でありました。2012年に関越道で事故が起こって、事故の性格はちょっと違っておりましたけれども、その再発防止ということで対策を講じたにもかかわらず、またあのような事故が起こってしまった。もう生半可のことでは済まない。規制緩和の名のもとで本当に国民の命が脅かされている、
そういう状況が進行しているわけであります。同じ運輸関係でもタクシーでライドシェアの問題も大きな問題になっています。外国ではリストとかウーバーとかいう形で自家用車にお客さんを乗せることができる、スマートフォンで連絡を取りながらです。外国では性犯罪や事故も多発している。それもそういって三木谷、楽天の三木谷さんがそのリフトという会社に340件を投資している。日本でもそういうのをやりたい。特制度で脱法的にやりたいというような動きもあります。改めて命と暮らしを守る、そういう政治に転換をしていかなければならない、こうした今の現状を見て強く感じているところであります。先日東京でタクシーの運転手さんにアベノミクスはいかがですか、全く効果ないよ、ダメだよ、じゃあどうしたらいいですか、一番いい経済政策は何ですか、聞いたら安倍をやめさせることだ、それが一番の経済政策だ、そういう返事が来ると思いませんでしたけれども、まさに憲法を守らない安倍政権だと戦争法廃止の足掛かりを築く今年の政治決戦、衆議院選挙との当日も取り沙汰をされていますけれども、参議院選挙で野党逆転を果たして、そして安倍政権打倒の足掛かりを作ろうじゃありませんか。皆様方の特段のご支援と取り組みをお願いを申し上げますとともに、今年が皆様方にとりましてより良い年になりますように記念を申し上げまして、ご挨拶にさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いします。本日は大変大勢のご来賓の皆様にお越しをいただきました、本当にありがとうございます。代表してお二人の方からご挨拶をいただきます。最初に県労使会共同代表村山智彦様、よろしくお願いいたします。紹介をいただきました労使会の村山でございます。1月暮れでございますけれども、今年も1年スタートして皆様にご挨拶をさせていただく場に立たせていただきましたこと、改めて感謝申し上げる次第でございますし、日頃県労使会に対します皆様のご指導ご鞭撻、感謝申し上げている次第でございます。この場をお借りして改めて御礼申し上げる次第でございます。今吉田党首からご挨拶ございました。今年は7月参議院選挙、政治決戦の年、こういうことでございまして、労使会も午前中、労組選対の結成総会も開催をして、まなじりを決して戦う決意を固め合ったところでございます。ご案内のとおり、昨年、戦後70年、にもかかわらず、この戦争法なるものが成立をしてしまった、極めて悔しい1年間でございました。間違いなく安倍政権を打倒しないとこの流れは変えられない、これはここにおいでの皆様方の共通の認識だというふうに感じております。姑息なことではこの日本の、国に垂れ込める暗雲を振り払うことができないとすれば、吉田党首を先頭にまさに基本的人権と平和を守る勢力が暴走する独裁政治を倒すと、この節目の年にする決意をここで皆様方と固め合って、それこそ今日から一人一人がこの平和と人権を守る国日本をまさに改めて作り直すために戦いを積み上げていく必要があろうかと思っております。県労組会議大変微力ではございますけれども、労働組合としてまさに平和と人権を守るために存在をする組織として、その役割をしっかりと果たしてまいる決意でございます。
どうか皆様方の引き続きのご指導とご鞭撻お願い申し上げまして、大変雑把でございますけれども、決意の意味を述べてのご挨拶とさせていただきます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました平和川で会長を接しております中山でございます。社民党さんの前進パーティー、躍進パーティーがこのように盛大に開催されますことをまずもってこれよりご喜びを申し上げたいというふうに思います。私の方からは連合ながらも共に頑張る決意を申し上げたいというふうに思います。ご案内通り甘利さんが辞意をされました。辞任をされました。彼が言ってたのはなんか美学とか言ってました。あの時代に都訪問の世界ですよね。あれは越後屋さんのところで越後屋さんが大官様に持っていくわけですよ。そう大官さんが言うわけですよ。よっしゃよっしゃ任せと。そして口利きを今回したわけですよね。で建設会社さんもそれで潤ったわけですよね。本人も潤った。200万円の年収で暮らしている人たちが今働く者の4人に1人なんです。その半分のお金をですよ、わずか2日間で懐に入れてそれを内緒にしておこうという、そして美学だ、美学でやめるんだと、どういう勘違いをしているのかと、こういう人たちが政治をやっていいのかというのをもう腹が立ってしょうがない。もっと言うと安倍総理はあの席で予算委員会の席で何て言ってますか。早く質問しろよ。もし長野県知事の最初安倍さんですけど、安倍さんが県議会で早く質問しろよって言ったらどうなります。メディアの皆さんも今日いらっしゃいますけれども、こぞって大変なことになる。我々はそれをしっかり考えなきゃいけない。国民の方なんか見てないんですね。新自由主義、今だけ金だけ自分だけという、そういう言葉があります。まさに今だけ金だけ自分だけしか考えてないんですね。こんな政治は一日も早く退治しなきゃいけません。どうですか皆さん。絶対に我々はこの参議院選挙を勝利しなければいけません。そういう意味では大同団結です。大同団結。私は最終的に政権を交代することが山登りの一番の頂上だと思っています。今回は5合目です。この5合目に登りにあたってはぜひぜひ大同団結して、それぞれの道をしっかり登り方はどうでもいいです。勝利をすることです。連合も12名の候補、さらには県区も含めて全力で皆様と大同団結をさせていただきたい、申し上げましてご挨拶とさせていただきます。社民党さんのますますのご発展、そして本日の皆さんのますますのご健勝、これよりご記念申し上げましてご挨拶に返させていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございます。中山課長、本当に力強いご挨拶ありがとうございました。今お話にありましたように、今年の参議院選挙、特に県の選挙区は野党が力を合わせて何とかして統一候補を出して頑張ってまいりたいというふうに思います。今日大勢のご来賓の方お見えですけれども、いちいちご紹介は申し上げませんが、全体の拍手で感謝に変えたいと思います。ありがとうございます。安倍知事よりメッセージが届いておりますのでご紹介いたします。社民党党首吉田忠智先生を迎えられ、2016年参院選勝利、戦争法廃止、新春講演会、社民党前進パーティーが同志皆様大勢ご参加のもと盛会に開催されますことに心よりお祝い申し上げます。竹内代表を中心に社会民主党長野県連合がますます発展されますこと、ご参集皆様方のご健勝ご多幸をご記念申し上げます。長野県知事安倍秀一、ありがとうございました。それではお待たせいたしました、乾杯をさせていただきます。今お世話でございます。長野県政治連盟副会長をやっております熊本博文といいます。名前は九州の熊本県の熊本と書きますが、出身は吉野です。まず今日お招きいただきましてありがとうございました。私たち社会保険労務士 の、 存在意義というのは、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上というのが目的とされております。それ社会民主党さんと共有した認識を持てるのではないか、そういう気持ちを込めまして、今後
次はこの参院選ですね、社会民主党さんがより躍進され、また本日ご臨席の皆様どうも検証を記念しまして、せいぜいございますが乾杯の音頭を取らせていただきます。乾杯。